はい、どうも、はじめまして、そらチャンネルのそらです。今回ね、このような動画を見ていただきありがとうございます。こういう裏技系の動画とか上げるのは初めてなんですけど、日頃はね、生放送でやってます。で、今回ですね、おすすめのパンチカードの、簡単なやり方をご紹介します。はい。それがですね、パンチカードでいろいろあるんですが、今回紹介するのがですね、こっちかな、左側だったかな。これですね、これね、トップ10に入ると、増えてくパンチカードなんですけど、これって実際難しいんですよ、これ。トップ10入るのってよっぽど上手くないと入れないし、時間が結構かかるじゃないですか。で、これをですね、今爆速で上げる裏技が実はありまして、それを今回ご紹介したいと思います。簡単なんですけど、これね、ティルテッドタクシーっていう今期間限定で出てるこのモードがあるんですけど、これをですね、やっていきます。これを決定をして入ります。で、これでなんで増えるのって思うじゃないですか。これって実は10人しかいないんですよ。トップ10。だから要はもう始めたところからもうトップ10以内なので、これでね、試合に行くと、なんともうトップ10に入ってます。で、ただですね、このモード終わるまでちょっと時間かかるんですよ。それがですね、なんと、今から言うやり方をすると、実は増えてます。すぐ終わって。それがですね、こちら。始まるか。今ね、ちょっと動画編集ソフトがまだ入ってないんでね、使えないんですけど。ここで、こう、試合待つじゃないですか。ここまでは待つんですよ、普通に。で、これがですね、終わったら、来ました。今タクシー探してます。はい。で、これが始まったら、抜けます。はい。これをやるとですね、なんと、回数が1増えてます。はい。僕のこの動画の最初のパンチカードのところ数字見たらわかるんですけど、今からちょっと戻りますよ。回数がね、1回増えてるんですよ。編集ソフトがあればね、ここら辺カットできるんですけどね。はい、ということで、行ってみましょうか。はい、38になってます。1回増えてます。はい。なので、今だけしかできないので、このモードがあるとき、なのでもうこのモードでガンガンやっていきましょう。はい、以上、そらでした。この動画が少しでもいいなと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これからもね、他にもいろいろ動画上げていこうかなと思ってますので、またね、動画でお会いできることを楽しみに待ってます。